どうもじゃ、サバイバルおじさんじゃよ。今回はバンディットの野営地に行ってみるぞよ。さて、着いたぞよ。どんな感じなんじゃろうかのう。うむ、敵がおるのう。車もあってじゃな。おう、ショットガン持ちじゃな。今回わしが持ってきた武器は、こんな感じじゃ。遠距離武器とショットガン、一応近接武器って感じじゃな。ショットガン持ちじゃったら、攻撃食らうのう。まあ、少しばかりはいいとするかのう。さて、次はどうなってんじゃ。このバギーみたいのを物色してみるかのう。おーおっと、敵が来やがった。シュレッダーじゃと。こやつは近接武器じゃから、離れながら攻撃じゃな。このマップ非常に狭いから、間違って外に出てしまうことがあるからのう。カットしておるが何回か外に出てしまってのう。わら。さて、さっきのバギーを物色してじゃな。おう、修理アイテムじゃな。これはいるいる。こっちのバギーは何かないじゃろうか。何もないんかーい。うは、敵が向かってきやがった。こやつはショットガン持ちじゃな。多少の攻撃をもらっても仕方ないがやるしかないのう。ちなみにここでの敵からはドレッシング剤が結構もらえるのう。それと投擲武器もじゃな。なかなかいいものを持っているじゃないか。非常に助かるぞよ。ということで間違って外に出てしまってのう。わら。さっきのショットガン持ちはおねんねしたところじゃ。これが今回の目玉商品じゃろ。フレイヤじゃと。6000オーバーの HP を持っているじゃないか。っていうか他に手下どもが連なってきておるではないか。ということでじゃな、鬼ごっこを数分やったかのう。じわりじわりと HP を削ってやっとここまで来た。武器は壊れそうだったのでショットガンに持ち替えておる。ショットガンの射程は短いが、ギリギリ攻撃を食らわないで当てられる。おい、ショットガン持ちは攻撃を食らうがな。マチェテでとどめを刺してやる。ウキキキキ。なんとか全部倒したぞよ。まさか、他にも来ないじゃろうな。とりあえず持って帰れるものを物色してじゃな。おう、そうそうそう、メインディッシュの箱を開けてなかったのう。ほう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 、真空管はここでもらえるのじゃ。マシンガン系武器もあったのう。他にも何かないじゃろうか。うむ、一応雑魚キャラからもボロ切れ以外なものを持っている。いないじゃないか。もう一人ここにおるのう。うむ、もう何もないってことか。ということでここはクリアってことじゃな。さて、次なのじゃが打ち捨てられた小屋を行ってみるぞよ。今回一緒にやってみるのは非常に似た感じのイベントになっておる。一部違うところがあるが、やり方は似ているのう。ということで早速行ってみよう。これこれ、打ち捨てられた小屋。先ほどの、バンディットの野営地でメインディッシュの箱に触ると、敵が集まって襲ってくる。打ち捨てられた小屋の場合は、中央にある小屋の中で箱を触ると敵が襲ってくるのじゃ。これがその小屋。この小屋で箱を触ると敵がこの小屋めがけて襲ってくるので、すぐに小屋から出た方がいいじゃろう？わしは、知らなくてこの小屋でフルボッコでやられた、わら。入り口を塞がれてじゃな、出れなくなってフルボッコ、わら。そういうことですぐに敵が来る前に小屋から出た方がいいぞよ。その後は鬼ごっこしながらの攻撃じゃ。小屋の周りをぐるぐる走りながら HP を削っていくパターン、わら。ちょっと時間がかかるけどじゃな、回復をどんどん使っていくよりいいじゃろう？ほら、わしの死んだ持ち物の箱があるじゃろう？わら。ということで、この小屋を物色タイムと行こうじゃないか。この箱この箱、メインディッシュの箱じゃな。
そう、ここも同じく、真空管が出るのじゃ。ほぼバンディットの野営地と一緒に近いのう。敵もほぼ同じじゃったしのう。小屋かキャンプ地の違いって感じかのう。さて、持ち物がいっぱいになってしまってるのう。わしの死んだ箱があったからのう。わら、食器棚も物色してみようじゃないか。ほうほうほう。次にコンロじゃな。おう、食べ物か。これは持ち物がいっぱいじゃから食っておこうかのう。他にもあるみたいじゃのう。ラックか。おう、ビニール袋か。ということでじゃな、今回はバンディットの野営地と打ち捨てられた小屋をやってみたぞよ。武装は、遠距離武器、弓系と、ショットガン、近接武器を持ってきてみました。ショットガン持ちの敵の攻撃を食らったくらいだったので、よしとしようじゃないか。デコーダーの机を完成していない方は、このバンディットの野営地、打ち捨てられた小屋で真空管をゲットしようじゃないか。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また、チャンネル登録、評価、コメント、アドバイス等を待っているぞよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。